えまあ失敗小僧さんとコラボをした印象ですね。まあ、失敗小僧さんは紛れもなくギバーということですね。えー、世の中にはギバー、テイカー、マッチャーという人がいるんですけれども、ギバーは与える人、テイカーは受け取る人、マッチャーはバランスを取る人、ギバーのテイクですね。えー、まあこの中で成功するのはまあ自己犠牲を伴わないギバーと言われています。まあ、失敗小僧さん、紛れもなくですね、与えて与えて与えまくる、これギバーなんですね。ただし自分をしっかり持っていて、ま、あ 司法書士ととしししてての成功をを前提とした義務をしている、えー、言うてもですね、私と YouTube でコラボしてもですね、失敗小僧さん何のメリットもないわけですよ。チャンネル登録で言うと失敗小僧さん9万7千人ですよ。で、こっちは2400人です。まあ、実に40倍の差があるわけですよね。えー、まあこちらとしてですね、人気 YouTuber とのコラボはですね、非常にメリットが大きいんですけれども、失敗小僧さんには何のメリットもないんです。あの、撮影にあたってですね、 私の事務所に来ていただきました。動画の中でですね、お近くと言ってるんですけれども、実はね、そんなに近くもないんですよ。私ならね、ちょっと面倒だなと思う距離です。それを喜んで来ていただきました。本当にですね、与えて、与えて、与えまくるギバーだなという感じがいたします。ありがとうございます。